城祭りの季節ですね。楽しみ。天下の要塞として名を馳せた浮城、三原城をテーマにした三原浮城祭り、今年は11月4日5日の2日間で行われます。こんにちは。こんにちは。やっぱり浮城祭りといえばこの甲冑舞台ですよね。ですね。そうなんです。浮城祭りといえば最大の見どころは小早川甲冑舞台の練り歩き、圧巻の迫力なんですよ。今年は三原築城450年ということで特別企画満載、とてもスペシャルなゲストもお呼びしております。この方です。誰森さん、浩二さんですか。浩二さん、私も浮城祭りに参加させていただきます。実は三原城を築いた小早川隆景は毛利三兄弟の一人、サンフレッチェ広島とも深い縁で結ばれているんです。実は今年は毛利に関係のある安芸高田市と北広島町、そして村上水軍の因島からも甲冑隊がやってきます。僕も当日この甲冑姿で参加しますので、皆さんぜひ遊びに来てください。行きます、行きます、絶対に行きます。とってもスペシャルな今年の浮城祭りでは、恒例のタコグルメ広場や神楽の上演のほか、三原で製造されている AGT 車両のパレードなども行われます。見逃せませんよ。いやでも本当に今年は450年ということもあって豪華ですね。はい、本当にイベント盛りだくさんですよ。僕はこれでも祭りを盛り上げますよ。あれ、この公園でキックターゲットを行います。じゃあ今ちょっとやっていただくことってできますか。わかりました。じゃああそこの輪っかをボールを通します。大丈夫かな浩二さん。お見事、さすがですね。子供たち喜びそうですね。そうですね、まあ、子供たちに楽しんでもらうために、はい、やりたいなと思います。皆さんぜひお越しください。ゆるキャラグランプリにエントリー中、ヤッソダルマンに投票してね。さて次回の三原部は畝山天文台で星座を満喫。